イアン、ソルジャーズソウル。いっちょやってやるぜ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。聖戦があなたは負けることはない、私は信じています。海王ポの迷宮を脱出したサガ、シュラ、カミューの3人は処女宮に足を踏み入れる。その宮を守るのは最も神に近い男、乙女座バルゴのゴールドセイント、シャカであった。サガと共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、シャカはサガたちに問いかけるのだった。サガ、シュラ、カミュー、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。本心ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、ハーデスの軍門に下っているのではない。心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女宮をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。三人とも私について来い。どこへ行く、シャカよ。死に場所さ。何？なんと、処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞く、サラ僧侶の縁。シャカはブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ僧侶の下。そう聞いたことがある。シャカは我ら三人を相手に死ぬ覚悟だ。迷わずあの世に行くかな。よかろう、間違いなく葬ってやるぞ。ファイト。よかろう、自ら死に場所と定めたサラ僧侶のもとへ間違いなく葬ってやる。謝るな、もう死ぬことするのはお前たちの方かもしれんぞ。アテナの唯一の中心であったお前が、なぜ社会この世は諸行無常、そう変わらぬものなど、この世にはないのだ。この
さすがシャクラといったところか。だがさほどのままでは終わらん。残念だが主題だ。お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。私の顔を引導代わりに迷わずあの世へ行ったまえ。どうかと言うか。死ぬのは体だ。あと社会これだけかよ。この俺のエクスカリバーでお前を殺す。これで終わりではあるまい。ブッダの生まれ変わりと言われるお前の真の力を見せてみろ。ハーデスの軍門に下ったお前に従う義理もない。ここまで言うな。ウィナー、おとなしく冥界で朽ち果てよ。道が見えぬ。心して仕掛けてこい。もはや語るまい。はいと。今度は私が相手だ。フリージングコピー。それだけ。フリージングコピー。フリージングコピー。さすがはかつて。侮りがたいものよ。悠長に様子見している暇はない。フリージングコパ。私の放つこの攻撃の中、いつまで自由に動くことができるかな。カミューよ、お前の股間ことごとく奪ってくれる。そうはいかんとしない。お前の亡者はサラ掃除の下ではなく、このカミューの遠くで氷漬けにしてやろう。さあ冥界に送り返してくれるぞ。どうだ、死ぬのは恐ろしいか。愚問だな。一度は滅んだね。死ぬを恐れるに足りん。ならばなぜハーデスに下った。ウィナウィナ、不浄なコスモでは私は倒せぬ。道が見えぬ。修羅に生きる者どもか。お前の死は無駄にはせん。はいと。悪は見えぬ。お前は本当だ。ルドイ、我らの目的はアテナの首のみ。それ以外にはない。どうしたシャカ、迷っているようでは俺には勝てない。確かにゴールドペイント最高と言われたお前が相手では、この死に無傷では死ぬまい。よかろう、この命を懸けてお前を撃つ。そろそろ終わりにさせてもらうぞ。その言葉そっくりそのまま返そう。お前のエクト。ウィナー、サラ掃除の花は散らぬ。神により近づいたということか。バルゴの釈迦、最大の奥義、天部法師。この天部放輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。なお、しまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法はもはや
あれ以外やるまい。何？あれとは、まさか。そうだ、ゴールドセイント究極の影の東方アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。そうか、社会を。ならば望み通り、アテナエクスクラメーションをくれてやろう。待て、サガ。アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもうセイントだった証を剥奪され、死しての地も未来永劫族の烙印を押されてしまうのだぞ。我々はどうあってもアテナの元へ行かねばならん。そのためなら喜んでセイントの名も名誉も捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身。卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞ、シャカ。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の東方アテナエクスクラメーション。荒屋敷。風よ、運べアテナの元へ。